皆様こんにちは。本日は家族を育む、子どもを育てたいと思う人へ、特別養子縁組制度オンラインシンポジウムへおいでいただき誠にありがとうございます。私は本日の進行を務めます柏木由紀と申します。朝日新聞のウェブサイトテリングの編集長をいたしております。どうぞよろしくお願いいたします。では本日のシンポジウムの概要を説明させていただきます。特別養子縁組制度と申しますと、さまざまな事情によって生みの親の下では暮らせない子どもたちを自分の子どもとして迎え入れる制度です。法的な、法的な親子関係をこう結んでいるということで、子どもが生涯にわたって安定した家庭生活を営むことができるという特徴がございます。今回のシンポジウムでは、子どもの福祉のための制度で、このある特別養子縁組制度につきまして、さまざまな視点から、また角度から、そして立場から議論をいたしまして、多くの方にこの制度をよりよく理解していただくことを目的といたしております。第1部では、当事者が語る特別養子縁組、私が母ですと言えるようになるまでと題しまして、TBS 元アナウンサーの久保田智子さんをゲストにお迎えいたしまして、当事者ならではの体験談についてお話をいただきたいと思っております。そして第2部ですけれども、こちらはパネルディスカッション1といたしまして、特別養子縁組という選択肢、産みたいのか育てたいのかというタイトルで、特別養子縁組制度と不妊治療というテーマでディスカッションをいたします。第3部のパネルディスカッション2では、子どもの視点から考える特別養子縁組、家庭養育の推進とその支援と題しまして、養子として育った方々、また児童養護施設出身の方をお招きいたしまして、子どもの視点から子どもの福祉のためのこの制度の課題や、またさらなる改善点などについて、皆さんで議論を深めてまいりたいと思っております。どうぞ最後までお付き合いください。それでは制度の概要について動画をご用意いたしております。ではまずこちらをご覧ください。ご存知ですか？特別養子縁組制度。もうすぐ3歳ですけど、今までこいつと血つながってないんだよなって考えたことは一回もないんですよね。一回もないです。彼と接する中で彼が僕をパパにしていっている感じはすごくやっぱりありますね。僕がパパになってったっていうよりは彼が僕をパパにさせなんかしてっている感じはすごくします。最初はいや私は立派な母親なんだって正直自分で大きな声で言うことはできなかった気がするんです。本当毎日一緒に生活する強さがあって母親にしてもらってるんだなって感覚があるんですよね。自分の手から手放すということがどんだけ愛かということが、自分で育てないという選択肢を産んだ人が、育ててる人が持ってくれるってことがどんだけ大事かというか。特別養子縁組制度、詳しくは全国の児童相談所まで。厚生労働省。はい、それぞれの立場からの心の内が伝わってくる動画だったかと思います。それでは第1部、当事者が語る特別養子縁組、私が母と言えるようになるまで、こちらに、TBS の元アナウンサーで現在は報道記者をしておられます久保田智子さんをお迎えいたしております。お子さんを迎える決意のその背景から、また迎えてからのいろいろな過程、現在に対する思いなどについてお伺いいたしたいと思っております。それでは久保田さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。久保田さんのお話をこれからお伺いさせていただくんですけれども、その前にこの制度につきまして少しだけおさらいを、させていただきたいと思っております。今スライドが出ていますでしょうか。今4つのステップに分けまして、子どもを迎える流れについて分類をいたしてみました。まずステップ1ですけれども、こちらは決意ということで、さまざまな理由から特別養子縁組制度で子どもを迎えたいと思い立つフェーズ、どういうふうに決定をしていったのか
についてお話をお伺いしたいと思っております。それからステップ2といたしまして登録、こちらは地域の児童相談所ですとかまた民間の斡旋事業者に相談して必要な研修を受けて、養親と育ての親として登録をするフェーズですね。そしてここの後に実際ステップ3といたしましてお子さんを迎えるこの時のお気持ち非常に揺れ動くと伺っておりますが後でこのあたりもお伺いしたいと思います。それからステップ4ですけれども、家族になって毎日お子さんと日常生活をこう暮らしていく中で家族関係が少しずつ築かれていくというこのステップにつきまして、また最後にお話を伺いたいと思っております。それぞれのステップですね、その中で不安になったりですとかまた悩んだりですとかまた楽しかったりいろんな段階があったかと思うんですけれども、それでは本日のお話を久保田さんにお伺いいたしたいと思います。はい、それではまず最初に久保田さんがこの特別養子縁組というのをですね考え始めたきっかけといいますか何か制度を知った理由というのがあったんでしょうか。一番最初にこの特別養子縁組制度っていうのがあるというのを知ったのは、はい、私が高校生の時なので、その時が特別養子縁組の話だったか、はい、里親制度なども含めた養子縁組の話だったかはちょっと、はい、記憶が定かではないんですけれども高校生の保健体育の授業で産婦人科の先生が講演にいらっしゃってで、性教育の一環として、はい、で将来の話として例えば子供が欲しいと思ってできなかった場合それで生きていく人生も素晴らしいしもし子供が欲しいんだという気持ちがあれば相談をしてくれれば養子縁組っていう形もあるんですよっていう話をされていたんですね。でそれを体育館で聞いていてああそうなんだっていうふうに思ったんですね。でもその時はまだ自分ごとにきちんとはなっていなかったんです。で20代の早い段階でですね不妊症であって将来子供を持つのは難しいだろうというふうにお医者さんに診断されました。で、その時もなんかそんなことってあるのかなっていうふうに感じたんですけど、まだ20代だったので結婚の予定もなくて、この先どうなっていくのかな、子供が持たない子供がいない人生ってどういう人生なんだろう、それまでは当たり前に子供を持ってでおじいちゃんおばあちゃんになってで家族は増えていってっていうのを想定していたんですけれども早い段階でそれが自分の人生の選択肢としてないんだっていうふうに言われた気がしたんですね。で、ちょっと落ち込む時期もあったんですけれども、そんな時に TBS の報道特集という番組を自分が担当していて、はい、でもちろん周りにはその自分の状況は話していなかったんですけど、やった特集の中に特別養子縁組というものがありまして、で実際にその当事者である養子の2人が新生児を家族に受け入れて、でその様子をこう密着ドキュメンタリーしていたんですね。でそれを見てもちろん言葉としてそして高校の時に知識としてはあった養子縁組だったんですけれども、はい、改めてその見える化された感じがしたんですね、はい、こういう制度があって、で実際にその家族に受け入れたお父さんお母さんがとっても幸せそうでこういう選択肢が本当にあるんだ、で自分には無理だと思っていた子供を持つ家族を持つということがこの制度を使えばできるのかもしれないなと思いました。その時が多分一番自分ごととして選択肢として頭の中に入った時だったなと思います。その時はじゃあご自身でまず頭の中にその制度というのがあるというのが実感されて、その後そのパートナーの方とこの特別養子縁組というお話を考え始めるその経緯はどのようなことになったんでしょうか。その特別養子縁組を検討する中でおそらく見てらっしゃる方もそうかもしれないんですけど、それぞれの段階ってあって、でどの段階で不妊症であるということが分かるか、どの段階で結婚をするかによって違うと思うんですが、私の場合は結婚を考える以前に不妊症であるということが分かったので、結婚自体がまずとても難しかったなって思います。難しいと思ってました。つまり自分は当たり前とされている家族を築けないとすると、それを結婚する相手にも強いることは正しいんだろうかっていうような気がしてしまいまして、それで結婚に関してはかなりためらっていた時期もあった
ったんですね。でも38歳の時に出会った方がとても理解があって、で自分の中でもうすでに結婚する段階で特別養子縁組という選択肢を持っていました。でその結婚する、まあ、今の夫ですね、夫に結婚する前に自分はこういう状況なんですっていう話をして、で特別養子縁組を選択肢として考えていますっていう、だからもうその結婚の条件の一つとしてこういう考えがあるんですってことは伝えていたんですね。で夫はそれに対して理解を示してくれまして、まあ、それは本当にいろんな状況がそれぞれのカップルにあると思うんですけれども、私の夫は結婚をするのは私とだから、で私と結婚するとかまず第一にあって、でじゃあ家族をどうするかっていうのは私ありきで考えていきたいっていうふうに言ってくれたんですね。なのでそうですね、すんなりじゃあ養子縁組の道が大きな一つの選択肢として結婚生活に入ったっていうことになりました。そういたしますと、その早い段階から割合そのこちらの特別養子縁組について、ね、うん、まあ、パートナーの方とお話を続けて行かれていて、途中でそのお話何かを伝えるときにですね、どういうふうに家族を持ちたいかとかっていうときに、例えばそのご自身としてお子さんをこう産みたいのか、あるいは育てたいのかというあたりについては何か葛藤ですとかありませんでしたでしょうか。実際に結婚をして具体的に特別養子組の検討に入ったときにすごく考えました。というのはそれまでは、まあ、一番最初の段階特別養子縁組自体が自分事となっていなかった時は家族を持つ、子供を持つということは産むということと育てるっていうことが一体化したものなんだって、そうじゃなきゃいけないんだっていう感覚が実は強かったんですね、うん、はい、でも特別養子縁組が自分事化することになって、あ、産むという選択肢とは別にまた育てるっていう選択肢もここ別れるっていう可能性もあるんだなというふうに意識し始めたんです。じゃあ自分は子供を持ちたいと漠然と一塊で考えていたけれども、実際は産みたいという気持ちだったのか、育てたいという気持ちだったのか、それともそこが一つでなくてはいけないと感じていたのか考えましたね。で夫との生活もおかげさまですごく良くてですね、2人でも楽しく生活をしていたんです、うん、でこの楽しい生活がずっと続く人生もいいんじゃないかなっていうふうに思った時期もありました。それでもやっぱりなんかここに引っかかってるものがあって、あ、やっぱり子供を育てたいなという気持ちが常にあって、でそこに向き合った時に、あ、こんなに強く思うっていうことはきっと産むと育てるというのは自分の中では分かれていいことであって、自分はやっぱり子供と共に生きていく、私が育てるっていうことをしたいという気持ちが強いんじゃないかなというふうに思ったんですね。なので、あ、自分は子供を家族に迎え入れて産むことはしないけれども育ててみたいんだなっていうふうに、うん、確認できたですかね、はい、それはパートナーの方もその久保田さんの考えをやはり理解して、まあ、パートナーの方との温度差が男性側と女性側である場合もあるという例を伺うんですけれども、久保田さんのお宅ではそこは目線を合わせて進んでいかれることができたんですね。そうですね、まあ、でもすごく話し合うのは大切だなと思います。自分はこういうふうに感じていて、で夫が私に 100% 合わせてこの特別養子縁組っていう選択をしたんだと、その後やっぱり意見の違いって出てきたかもしれないんですけど、やっぱり改めて自分は、まあ、まず自分と向き合うっていうことだったと思います。自分はなぜ特別養子縁組を利用して子供を欲しいと思うのか、で夫は夫で自分で向き合った部分があったはずなんですね。でそれをまたお互いに話し合いをして、うん、そうだよねっていうふうに合意できたっていうところは大きかったと思います。それぞれ のご家族、ご両親ですとかにはどのようなお話をなさったんですか。私は若い段階で不妊症が分かっていたので、私の家族はもちろんそれに対して応援を初めからしてくれたんですね。ただ夫の家族の中には2人で楽しく暮らしているんだから、これからも2人で楽しく暮らしていけばいいんじゃないのっていうふうに
言われたこともありました。で、確かにそれは間違った選択肢ではないと今でも思っているんですけれども、でも自分にとってはやっぱり子供がいる選択肢がいいんだって、あとはね、子供がかわいそうなんじゃないっていうふうに親戚の方から言われたこともあって、で、私に育てられることで子供がかわいそうってなってしまうのかなってちょっと立ち止まって考えたこともあります。でもそうならないように自分は努力しなくちゃいけないんだって、そう言った方も多分すごくもう善意でアドバイスをしてくれたんだと思うんですね。でもその方が、あ、ごめん、自分間違ってました、子供がかわいそうって間違ってましたっていうふうに言ってもらえるようにきちんと改めて育てなきゃいけないなっていうふうに感じたんですね。だからおそらくさまざまな意見が家族の中で出る可能性はあると思うんですが、やっぱりそこもその人はどういう思いで言ってくれたのかなっていうのを考えて、それに対して自分はこう思うんだってことを大切にして話し合いをしたっていうことでしたね。はい、ありがとうございます。そのような決意を固められて、その後では具体的にステップ2ということで、はい、では登録ということなんですけれども、うん、はい、ステップ2に入っていきたいと思います。今のところその制度といたしましては、地域のその児童相談所に登録する、あるいは民間の斡旋の事業者に登録するという2つ の、はい、パターンがあるということなんですけれども、久保田さんはどのような手続きを踏まれたんでしょうか。まずインターネットで検索をしました、はい、でインターネットを検索するとたくさんの団体が、はい、上からずらーっと並んでいて、はい、一部はなんかお金を払ってスポンサー化されていて上の方に出るという団体が、検索で、そうなんです。だからとにかくたくさんの選択肢の中から選ぶのはとても難しかったですね。で児童相談所にも連絡をしてみたんですけれども、里親研修の予約を取るのも大変で、でホームページをいろいろ見て検索して、民間の斡旋団体の選択肢もどのホームページを見てもなんだかこう似たような感じで、個性を見つけるのはとても難しいなと思いました。なのでこれは本当に大変なんですけど、お電話をするなり、お話を聞きに行くなり、開かれるその研修会説明会などにできるだけ参加されるっていうのが一番いいんじゃないかなって思います。私自体はですね、とっても運が良くて、早い段階でお電話した相談員の方がとても自分には合うなというふうに感じまして、うん、でその後そこで登録をすることになったんですけれども、でも今思うのは、養子縁組委託されて終わりじゃないんですね。その後の人生長くって、で養育を始めてからいろんな課題が出てきたり、わからないこととかも出てくるんですね。そういう意味では本当人生のパートナーになる団体になると思いますので、そういう意味では本当に初めの段階で自分がこの団体ならこの相談員さんだったらって思える方と出会えるのが一番理想的だろうなって思っています。最終的にはどのあたりがそのお決めになった決め手になったんでしょうか。多くの団体の中から結果本当に運が良かったと思うんですよね。でもフィーリングだったり研修面接などで話をしている中で、この方の言ってることは全くその通りだな、自分の話にも寄り添ってくれるし、で来るであろう子どもの立場だったり産むお母さんや、またそのお父さんの立場っていうのにも寄り添ってくれる方だなって私が感じたのが一番大きかったですね、はい、かなりその受け入れるご両親の状態ですとか、はい、年収ですとかいろいろな受け入れ側の方の条件も厳しいと伺っているんですが、そのあたりの調査といいますか面接なんでしょうか、どのような形でしたんでしょうか。登録をする際はですね、はい、確かに年収も聞かれますし、でそれも書類で提出して確認もされますし、もちろん犯罪を起こしたことがないかですとか宗教についての項目欄もありましたし、あとは自分の人となりを確かめられるような質問だったりもするんですよね。つまりこういう場合あなたはどういうふうに対応して育てますかですとか、こういうことが起きた時にあなたはどういうふうに考えますか、何が一番いいと思いますか、小さい子供を委託しなくちゃいけない
親の気持ちはどうだと思いますかとか、あの非常に細かい、でも今から振り返るとあのとても重要なあの面接だったなと思うんですけれども、そうですね、あの行ってみて最初は少し驚きました、はい、ここまでやはり子どものこの後の幸福ということでどういうご両親かということをだいぶきちんと見てくださってるという意味ですね。そうですね、そうだったんだと思います、うん、でも一方で多分そのこういう正解がないものだと思うんですね。どういう養親がどういうあの家族を築いていくかっていうのは面接だけではきっとわからないと思うので、それをやっぱり相談員さんの経験だとか斡旋団体の経験値っていうのがすごくあの大切にされてるんだろうなと思います。最終的には久保田さんは民間の斡旋の事業者のところからお子さんを迎え入れるってことになったわけですね、はいはい、いよいよそうしますとお子さんを迎え入れるというステップ3のところにそれでは入っていきたいと思います、はい、まさに一番この迎え入れる時っていうのが、まあ、一つ の, あの、まあ、出会いが始まるといいますかクライマックスの一つではあるかと思うんですけれども、 ある日突然こう電話か何かがかかってきて赤ちゃんが生まれましたというような形で連絡が来て突然まあ親になるという状況なんでしょうか。おそらく団体によって様々だと思うんですが、はい、私の場合はですね、あの委託の可能性がある妊婦さんがいますっていう連絡がまず来ました。なので、明日からお願いしますという感じではもちろんなかったんですけれども、でもやっぱり1週間2週間ぐらい前の段階でそういう連絡が来まして、でお受けできますかっていうふうに聞かれました。で、あのもちろん夫と相談し、で親戚とも相談をして、でお返事をしてはいというふうにお伝えしたんですけれども、でもその段階でもあの必ず委託されるというわけではなくて、あのそれは産んでからまた心情の変化もあるでしょうし、あの産みの親の状況によってあのその後変化する可能性はあるんですね。なのであの、1週間2週間ぐらい前ですかねに言われて、であの可能性はありますが確定ではありませんと。なのでおむつも買わないでください、まだ服も買わないでください、何も買わないでくださいって言われて、おそらくそうですね。で結局あのその依頼が、今の娘につながっています。そうですか、はい、初めてその対面した時のお気持ち、どういう、なんその全部生後何日目とか初めて、生みの母が退院するタイミングで病院にあの行きましたので、4日で退院だったと思います。はい、生後4日で赤ちゃん、ね、初めて対面した時、はい、あのパートナーの方と含めてどのような思いでいらっしゃいましたか。あ、すごいちっちゃいなってまず思いました。あとは可愛いなって思いましたね、うん、そうですね。でこれからの人生一緒に歩んでいくんだなって思いました。はい、そのままお家にいらして、そこからまあお世話をして家族に少しずつなっていくということだと思うんですけれども、最初はあのご本人久保様の方のお気持ちに何かこう戸惑いですとか、どういうふうに接したらいいかとか迷いなどはありましたですか。あ、それはもうすごいたくさんありますね。多分それだけで2時間ぐらい話してしまいそうになるのでそうですね、最初は本当必死で、求められたいい母親にならなきゃいけないんだなって思いましたね。それは相談員さんにも子供に期待、育てる母親像に期待されるものっていうのもある程度提示されていたような気がしますし、どこか自分はあの産んでないからスタートがマイナスから始まってるような感覚もどっかで、今考えると本当にそんなことなかったと思うんですけど、でなんか人の10倍ぐらい頑張らないと多分この子の幸せにつながらないんじゃないかっていうようなことを考えたりですね。そうだから本当言われたことをきちんとやらなきゃいけないなって思ってました。でもそれすごい大変なように聞こえるかもしれないんですけど、人生で本当にこんな幸せなんだなって思うぐらいの1年間でしたね。最初の1年
ずっと家にいて子育てしてでお友達と話したりもするんですけど、でもやっぱりどこかそのマイナスで自分をスタートしてるんじゃないかなって、それはもう自分の中で産むということがしてないことにのへのちょっと気持ちだったんだと思うんですけどね。なんかそうマイナスからスタートしてるんじゃないかなっていうような気がしてました。でも重ねていますけど、それも本当に私の間違いだったと今となっては思うんですね。そうですね、うん、でもなんかそうですね、徐々に娘と過ごしていく中で今考えれば、産むっていう行為は多分お腹の中で育む感覚っていうのが皆さんあったのかもしれないなと思うんです。でも特別養子縁組制度っていうのはそれこそ1週間で親になるっていう経験なので、そこになんとなく自分の気持ちの部分のシフトがうまくいかない、追いつかないっていうことはあったのかもしれないなと思うんですね。なのでその時感じていたその懸命な気持ちっていうのはある意味間違ってることでもなくて、その急になったから頑張らなきゃいけないって自分にプレッシャーはあったけれども、でもそのお腹で育んでなかった分スタートは遅かった、そういうマイナスでしかなかったのかもしれないなと思っていまして、実際に育ててみて、育てて一緒にいればいるほど、なんでしょうね、私がこの子を育てていくんだとか私が母親なんだっていう気持ちがどんどん強くなっていきましたね。なので今から考えるとどうしてそんな風に思ってたのかなと思いますし、見ていらっしゃる皆さんには私のような不安は本当に初めから言ってきますけど、そんなことない大丈夫ですかってお伝えしたいんですけど、はい、そんな感覚はありましたね。はい、お母さんですよというか、少しずつ母であったりママだよっていうのはお子さんにもこう言えるようになっていったんですかね。そうですね、徐々に。でも今はもう本当に堂々とはいママですっていう感じがするんですけど、最初の頃はなんかママね、周りの方にはいママこっち来てくださいって言われるとなんかちょっと自分でいいのかなって思ってた時期もありましたね。でもいいんです、いいんです、ね、そういうふうに少しずつこう家族になっていって、まあ、まさに家族になってということで、もう本当に今の状態、まあ、ステップ4に今入ってきてるわけなんですけれども、まあ、ご家族が急に、まあ、お子さんがいる家庭になったわけですよね。ご夫婦の暮らしから、はい、ライフスタイルとかご夫婦の関係とか変わったことってありましたか？それはもう特別養子縁組に変わらずどのご家庭もきっとそうだと思うんですけれども、もう夫後回しの生活ですね、そうですねお子さん中心のライフスタイルになりましたね。そうで、それは全く嫌なことではなくて、はい、もちろん子育てしながら働く大変さっていうのはあるんですけれども、それはもう本当皆さん共通したものなんじゃないかなっていうふうには思います、はい、その子育ては共働きの方もその特別養子縁組をされる方増えていらっしゃると伺うんですけれども、何かそのちょうど受け入れるときは最初の半年ですとか1年ですとかはお子さんと一緒にお家にいてくださいねというような、そういう制度みたいなのもあるんでしょうか？制度自体はないんだと思います、はい、ただその登録される団体によっては、私の場合は1年間は働かないでいただきたいです、ずっとその子供のそばにいてほしいですというふうに言われました。で、私その時ちょうど退職をしていて仕事をしていなかったのでそれは可能だったんですね。でも仕事をしながらじゃあこの選択肢ができたかっていうと、もう一つハードルがきっとあったのかなと思います。で、ちょっと難しいなと思うのは、でこれはもう本当会社の制度のあり方だったり会社とのコミュニケーションの仕方だと思うんですけど、キャンセルになる場合があるんですね。キャンセルというのは委託依頼があって育休の準備をしていて、で実際は委託されないっていうことはあるんですね。それは産みの母の決断によるんです。なのでそれによって私の知り合いでは2回ぐらいキャンセルが続いて会社との関係がとても難しかったっていうようなエピソードもあります。なので、まあ、よりこの制度が理解されるように普及なってほしいなって思いますし、特別ないわゆる産んでの育休とは
産休育休とは違うと思いますけれども対応してくれる社会になってほしいなと思います。そうですね、制度を、まあ、広く利用できるようなやはり共働き家庭も増えている中で、そうですね、このお子さんとの生活始められてどのようなところでか、まあ、やはり家族になったなとか子供を育てている、まあ、楽しいなとかいうのを思われますか。もういろんな場面で。そうですね、それも多分5時間ぐらい話し続けちゃうと思うんですけど、そうですね、やっぱりその自分がお母さんって呼ばれていいのかなって思っていた時にそれを大きく変えてくれたのはやっぱり娘からのママって呼ばれる言葉だったと思うんですよね。で、あ、自分がやっていることが間違いじゃないんだなって不安の中でやっぱりあの子育てが始まったのでじゃなと思いましたし、で夜中に電気を消してベッドで2人で寝ているとママーママーママって叫ぶような声がずっとしていたり、あの私口癖 OK OK っていう OK っていうのがあるんですけど、それを自分の娘がそのまんま言っているのを聞いたりとかですね、あの自分が好き、私ゴリラが好きなんですけどママゴリラこれママが好きなゴリラってすいません、これたわいもない、かわいいですね、なんかそういうほんと小さいたわいもないことなんですけれども、それが日々の中にあふれているんですよね。で自分にとっては決してこれが当たり前の生活ではなかったので、そういう生活をしているっていうことにとっても感謝していますし、あとは娘が保育園でとても賢いですよ、こういうことができたんですよっていうふうに先生に言われると、あ、自分がしていることが何かしら子供のためになっているのかなって思えると嬉しいですね、はい、ちょうど年明けにも3歳になられたんですか。あ、はい、3歳になりました。はい、本当にじゃあお話もできますし、うん、ママの存在っていうのもね、あの感じて日々の、ね、行動が可愛いですよ ね、 そうですね、先ほどの真似っこするのもそうですし ね、 そ, うですね、すぐそういう形で家族というあり方がね、うん、あのその方の家庭なりの家族の形ができていったのかなと思うんですけれども、うん、今その今回 の、 その特別養子縁組の中であの研修などでもよくお話が出るかと思うんですけれども、その真実告示というま言葉で言われております、うん、本人子どもにどのようにそれをあのいつ伝えるかということについては、そのところではどのような方針といいますか、お話をパートナーの方ともされていらっしゃるんでしょうか。これはあの今後あの今育ててらっしゃる方も登録される方もまずはその周りの方に相談をされて、どういう形がいいかなってそれぞれの家庭で決められていくことなんじゃないかと思うんですけど、私の場合はですね、もう早い段階から伝えましょうっていうふうにあの相談員の方からも言われていて、で理想で言うともう委託されたその日から言い始めた方がいいって、その日から言い始めた方がいいって今は言われて、あ、そうなんですかなんて言ったんですけど、おそらく自分の中でそれを自然なこととして受け入れるっていうことの意味があるんじゃないかなってまずは思います。あの当初私がね、あの母と言っていいのかななんて悩んだって言いましたけれども、はい、そこの背景にあるのはやっぱり産んで育てるっていうのが当たり前で、それに近づかなきゃいけないんだって、それと同じようにしなきゃいけないんだっていう感覚がどこかにあったのかなって思うんですよね。でもそうじゃなくて、私たちの家族はこういう形なんですっていうことをまずはもう小さい頃からね、生みの親がいてね、ママたちがね、あのバトンを受け取って育ててるんだよっていうような話を、まあ、分からないかもしれないけれども、もう自分自身にも語りかけていく作業になるんじゃないかなって思っています。で今はあのそうですね、生みの母がいるんだよ、3歳なのでまだそんなに細かいことを言ってもとは思うんですけど、いるんだよって話だったり、まあ、昔話の桃太郎とかかぐや姫になぞらえてですね、桃太郎がね、どんぶらこどんぶらこ桃から生まれて、でもおじいさんおばあさん子供ができなかったとっても喜んだんだよっていうような言い方をしたりとかですね、あの本当に私たちがなんか悪いことだとかやましいことだとかネガティブな感情を持っている限りはそれは子どもに伝わってしまうっていうふうに思うので、そうではなくて、これって実はあなたのためにも、そして産んで育てられないけれども誰かに委託することであなたの幸せを思った方にとっても、そして私たちにとってもすごく ありがたいことなんだよっていう思ってるし、それを伝えたいなっていうふうな気持ちでやってます。
はい、この言葉遣いもその育ての親という言葉をあのお子さんに使って、そうですね、私たちは育ての親であって、はい、海の親っていうのがいるというふうに、ね、どちらも素晴らしいんだよっていうふうに伝えるようにしてます。このようなその、まあ、真実告知をどのようにするかとか、まあ、どのような言葉で使うかとか、いろいろその時その時にあの考えることがあるかと思うんですけれども、何か相談をできる方とか、まあ、先輩に同じようなこう特別養子縁組をなさった方がいらっしゃるとか、周囲の方にはどのようなこうサポートというか相談できる方がいらっしゃいますか？あの初めの頃 の, その自分で懸命にやっていた時を振り返ると、もちろん夫には相談できましたし、親戚にも相談はできていたので助けはあったんですけれども、でも何でしょうね、今振り返るともっと人に頼っていいんだよっていうのを私はこれからあの迎え入れる方には伝えたいなと思います。あのおそらくいろんな不安があると思うんですね。で一つの大きな不安に、まあ、その子供がやってきて、でも急に親になって自分はそれに対応できるだろうか、子供に何かしらあったら、例えばその病気が起きた時に自分は対応できるだろうかとか、まあ、仕事をしながらうまくできるだろうかっていうような不安って、もう想像すればどんどん広がっていくと思うんですね。でもそういう時に、いやでもね、それ一緒に考えていきましょうっていう人が周りにいるかいないかでだいぶ違うと思うんですね。それは民間のアセン団体の相談員の方が言ってくれる言葉でもあるし、大丈夫です、大変なこともあるけど一緒にやっていきましょう、何かあったら一緒にやっていきましょうって言ってくれると、あの私のように抱え込んでわーってなることもなかったと思いますし、だから私もあの徐々に周りに助けを求めるようになってとっても楽になったんですね。だからこれはもうまた特別養子縁組だからということではないと思います。あの子育てって大変だと思うので、それを自分一人で抱え込まないで、特別養子縁組であってもそうでなくても周りの人に助けてください、これどうしたらいいですかねって言えるような社会であってほしいなと思いますし、そこで私手伝いますよって手挙げられる自分でいたいなって思いますね。そうですね、はい、子育て全体をこう社会でやっていくというその考え方は、本当に養子縁組もちろんそうですし、そうでない場合もそうですし、うん、なかなかその今回のそのようなこの特別養子縁組も、まあ、広げて制度がいくということも、やっぱり社会全体で考えていかないと、先ほどのその共働きの方も使いやすい制度ですとか、そういうあのサポートを全体でやっていくという姿勢が、まあ、もうぜひ欲しいなと思うんですけれども、ね、海外にもそのアメリカでお住まいになっていたので、はい、この養子縁組制度みたいなの見ていらっしゃると思うんですけれども、うん、何かこう参考になる点とかってございますか？あ、そうですね、なんか当たり前にみんなオープンにするんだなって思いました。一方で日本はまだ言いづらいっていう空気があるのかもしれないなだとか、その制度、私の場合はですね、最初から結構オープンに言っていたんですけれども、でも途中でちょっとオープンにするのは良くないのかなと思った時期があるんですね。なぜかというと、行った時に、あ、よかったね、おめでとうって言ってくれる人が多いんですけど、あの中には、え、それって何って戸惑わせてしまったり、あの何も言えないで、こう何を言ったらいいのかわからないで目が泳いでるっていう方がいたりして、あ、なんかこういうふうに気を使わせるの悪いなって思ったんですよね。なのでそういう意味では、もっともっとこの選択肢が当たり前の、あのものになってくれたら、皆さんも反応が違うと思いますし、あのそうですね、アメリカなんかでよく印象に残っているのは、不妊治療で大変だっていう人が、あ、じゃあ養子縁組すればいいじゃんっていうふうに普通に会話でされているのが、あ、そうなんだよねって、子供を育てたいって気持ちはそういう選択肢につながるんだよね思ったんですね。なので、そうですね、質問なんでしたっけ、やはり、ね、よく喋っちゃう。いや、やはりそれで周囲の、まあ、どなたまでこう、ね、お知らせするかとか、その状況をお話しするかっていうのを迷うところですよね。そうですね、本当そうだと思います。私の場合はとにかく普通のことなんだから、みんなに、例えばあのそんなに親しくなかった人でも、あ、ね、最近どうしてる、ご飯食べに行かないって言われたら、あの今ね、子育て中で特別養子縁組していけないんだって言ったら、全然仲いい、そんなに仲いい人でもないんですけど、あっ、って感じで、そうだから、あ、ここまで、この、まあ、ここで言う必要なかったのかなとか、後から思ったりですね、したことも
ありますね。でも大切な人、極論で言うとでも言っていいような気がしますね。だって隠すようなことしてるわけじゃないですか。そうですね、家族になってるわけですからね。でみんながそういうふうに無理する必要はないですけれども、話すようになることによってまた一つその特別養子縁組という選択肢が当たり前にある選択肢の一つになっていくといいなって思います。そうですね、はい、ありがとうございます。いろいろお話をお伺いして、今今回ご視聴いただいている皆様の中でもですね、その今制度を利用しようかどうしようか決意を迷ってらっしゃる方とか、あるいは今も同じような制度を使って子育て中の方もいらっしゃるかもしれないので、何か一言アドバイスといいますかメッセージを和田さんから一言お願いできないでしょうか。私がこの特別養子縁組を利用したことを知って、一番よく聞かれるのはですね、子供を愛せますかっていうふうに聞かれるんですね。でそこはですね、もう 100% 自分の感覚ですよ、私の感覚だと、いや本当に愛おしくてしょうがないですっていうふうに答えています。多分さっきの話と重なるんですけれども、不安ってどんどん広がっていくものだなって思うんです。ことそれまでおそらく不妊治療で苦労されていたりとか、パートナーとの話し合いなので苦労されているとですね、おそらくその選択をするっていうハードルがどんどん上がっていくっていうこともあるんだと思うんですけれども、やっぱり子どものために何かをしたい、子どもと一緒に人生を歩んでいきたい、で子どものためであって、でさらに自分もそれによって得るものがあるといいなって感じられるんであれば、まずは不安は置いといて、で愛せるかなどうかなっていう疑問も置いといて、登録をしていただきたいなって思います。ありがとうございます、はい、愛せる、本当に素敵なメッセージをいただきまして、心強く思った方が多かったと思います。それではお時間となりましたので、第1部はこのあたりで失礼させていただきまして、第2部に関しましては、今から4分少々で47分から開始させていただきたいと思いますので、じゃあ今のところ4、5分の少し休憩時間をいただきたいと思います。それでは第1部、ごさんどうもありがとうございました。はい。